落ちちゃダメなの、あとポキってなっためっちゃ。オキドキブラック空き台1台しかないよ。ラブジョーが3台、ラブジョー3台からの、ラブジョー3台からのマージャン3台ですからね。1台目は、新台新北斗無双です。 55% ぐらいしかないらしいんで、この初回突破するのはやっぱりね、皆さんね、前回は棒振り、今回は、北斗無双です、ね、俺どうする、1台目の手で打つ、使い347枚です。これの展開次第では頼むから北斗無双を全カットしてくれ。駆け抜けたらもう今日帰ります、帰ります、お疲れでした。530になりました、コブスレが530でも確かまだ全然期待値出てないはず。だからここを見て北斗の63はまだ空いてて、あ、00の166が一番いいと思う、北斗の。とりあえずこれを抑えます。さあ、ということで本日の1台目、149枚の持ちメダルあるんで、それで打っていきますね。はい、まずはね、1台目ですからプラスからね、頑張ってプラスにしたいな。166ゲームからですね、決めちゃおう、決めちゃおう、もう決めちゃおう。赤タワバですよ、角チェリーしか引いてないのに、角チェリー5、角チェリーしか引いてないのに赤いタワバが出てましたよ。角チェが頑張ってモード上げてくれた、薄いとこ引いて、過度な角チェですね。っていうか角チェだけ5回引いてるんだよ、こんなね、えこんな時代なのに。スミス爺さんでしたっけね、あのマントかぶって出てくる足元からの演出、足の爪きれいに切ってあんだよな。倒れてここ、ね、とりあえず149枚使い切ったんで追加投資です。ほらそっちか、このタイミング、あーあーあああああ、どっちで出てんのか分かんないけど、もう一発目の中段チェリーで当たってて、今の中段チェリーで北斗揃いに昇格してろって思って。285ゲーム、使いやすいよ、嬉しいよ。241枚、使い241枚です。総投資45,000、ありがとう。はい、赤7が、ここで変な音がします。普通ですね、でもレインボーオーラ、黄色ですね、黄色が一番強いですからオーラは、まあ、関係ないんでね、オーラの色なんかね。1台目にしては幸先いいですね。お前何、もう椅子片付けてんじゃねえだろうな、おい大丈夫、今椅子片付けて3時間も経ってることになるよ、大丈夫か。たとえ無双転生入ったとしても絶対椅子使うなよ。すいません、45,000使って、今日初めてAT が計測したんで、よくわかんねえけど異常に強いケンシロウで頼む。プラス息、プラス息、
出ちゃいました出ちゃいましたねついつい、ででででででプラス息よし。決勝か、君ね負けたら、パンパーだ、キーン2セット213枚です。なぜか1ゲーム連がね、天国見てたらマイナスになります。さあ、ということでですね、使い241枚、回収234枚でマイナスの7枚です。さあ次の台を探しますか。そうですね、いや全然全然、もう今日もジュースですか、飯ですか、何でも言ってください。もう4万5000使ってるんで。0-0 のだってラブジョー抑えてもしょうがないもんね。戻ってきて何もなかったらラブジョー打ちましょうかぐらいの話だよな。あーそうですね、一応あっち見てなかったら、なかったらどうします、飯行きますか、とりあえず。だから戻ってきて何もなければ63ゲームの北斗を打つか、リセットじゃないかっていうモンキー、あモンキーじゃねえや、ラブジョーと、麻雀、あとあっちのバラエティーのあの辺は。これは2連単なんじゃないですか。いや当たってんのか、いやいやいや41とかで当たってんでしょ。だってほら BB で100枚取ってそれだから、いや違う枚数一緒だね。だね、今情報が入ったんですけど、無双は単発が続くとどうやら期待値が上がるそうなんで、無双リベンジっていう手もありますしね。で北斗はもう打たれちゃったからないでしょってなったら500円ぐらいしかないかもしれないけど、無双を打つのが一番リベンジとしてはね。これが2連単の79、まあ言わし方見したるわ、それが一番気持ちいいでしょ。さあということで、北斗無双ですね、2連単の79カルマってことかな。で、以上、まあ、北斗リセットかどうか分かんないままですけど、もうないですし、でラブジョーとマージャンもありますけど、まあ、リセットかどうか分かんない状況なんで、確実に、プラスな台はこいつってことなんで、これ処理しますわ。この前半部分でやっぱ北斗無双のいいとこお見せできてないんで、まあちょっと見せますわ、どうやるべきかっていうのをね。カルマブレイクの上位の方があるんですよね、そっち引ければな。この190とこで当たってくれれば持ち目ダウでなんとかなるんだよね。ゼロのまま発展したらとかあんのかな。はい、おお当たんねえと思ってた、持ちメダルだから、使いは、234枚です。いいですか、始めちゃってやっと見せれますわ。北斗無双ってどうやって出すかね、ちょっと前半でお見せできなかったんで、きっちりお見せします、こうやって出すんだぞっていうね。はい来た、ゲームスホールド、もう
当てたくてしょうがないみたいだね、どうやらね。溜まってました。出ろよ出ろよ出ろよ。さあ行こう。とりあえずね、ベタなのお見せします。チェリーを引けと。チェリーを引けです。何せゲームスホールド長ついてますね。緑バトルまで行く。赤だったら赤になれ。もう決めちゃってくれ。ここでを絶望。あ、ホールドが終わってる。これはまずいです。だって20ゲーム以上あったせいでもっと枚数が減ってるんですから。え、無理ゲーです。これはどうしたらいいですか。あなた座ったんだから続行ですよ。連チャンするまで打てと。俺よく出せたな昨日。北とか、分かりやすく狙えそうなエウレカ1000枚超えのとか、みたいな台はないだろうなこれ。まあ、とりあえず他に打つ台がないんで決着つけますね。はい、追加投資です。234枚使い切りました。5000円あります。衝撃的な発言をね今からしなきゃいけないんですけど、6枚目です。まあ、これに関しては、まあ、無双導入からまだ3日 ?4 日ぐらいかだから全然情報出揃ってないんでね。実際動画上がった時にはもうそれ追わなくてよくねみたいな状態かもしんない。それは分からん。この台朝から1回も継続しないで俺が打つ前ですらもう2000枚やられている状態だもんな。あ、赤いの来た。赤いの10ゲームなんですよ。これはこれは頑張りどころ。なんかもうレイアクとか引いてくれ。まあ、とりあえずああなかった。700まで来ました。ホットコーヒーを。ありがとうございます。すいません、いただきました。頑張ってください。応援してます。さあ、分かりやすく2万5000円この台で使ってるんで1000円で5000円あるから8万円消えてます。あ、7万円消えたのか。7万円消えてだ。簡単に言うと8枚目みたいなもんなんですけど、だこの5000円で当たるんで。7万6000円。この台では32本だな。1706枚です。これで出てくる？もしかして。違いました。ラッシュ中のレア強化。ああ、どれでもとりあえず行ってくれるみたい。よし。多分ね、無双だけで今日4回目の初当たりかな。もうずっとこれでやってきたんですけど、やっぱ一番僕得意なのがあるんですよ。この北斗の軍でやらせていただいて、チャンス目ね。とりあえずレイアクの時はビックリマークが出ます。ビックリマークなしでレイアク引いたらその場で当たりっぽいんで。いや、びっくりマーク出てないですよね。どうなんだろう。いや、ちょっと分からん。
チェリーとかスイカ以外はどう、いやどうなんだろうな。ほらね、びっくりマーク出てなかったものね。ドーン、ついについに苦節7万7000円です。これでベッドボタンを押して震えたら青7確定なんですけどね。震えなくてもここでね、これで300枚です、はい、でこれでチェリーのゲットしたってことで、あと2人来れば上位行くってことですね、はい、この300枚の間に貯めないとってことです。だとにかく最初の50、まあ、55% って言われてるんですけど、一発目あそこさえ超えちまえばもう70とかで、その上が 96% なんで、7万7000円使ってますけど、まくるポテンシャルは秘めてますからね。さあ行きましょう。40だ、我々が待たなければいけないのはびっくりマークです。これでそっちかい。いや、バトル行ってくれりゃいいですけどね。あ、行った。あ、でも行ったら3以上なんで、押し順ナビとか出たらテンション上がんだけどなあ。とリプレイ引いといてよ先に。連打は本当に弱いんでね。これびっくりマーク出ればとりあえずよしよし。ならない。カバネリみたいに毎回押したらみたいなことあんのかな。お、ちょっとこれは、あ、しかもリン倒せば、あのチェリーが1ゲーム早いんですよ。でもすぐ始まるんで絶対に行くんで。え、マジっすか。キリン柄だったらいただきですよ。赤いキリン柄だったの本当に。ああ、アインをいただきましょう。あ、しかもですね、はい、あ、光ってる。300かな、はい、このままここをスルーっと。はい、よっしゃ行こう。50になりました。チェリースイカチャンス目よ。オッケー、な、あー、鳴ってない。ここのタイミングじゃダメなのかな。一番唯一ないやつな。ケンシロウか。でもケンシロウを倒せたら十分でしょう。はい、おい、へい、いやー、さすがに100か。来ない。あー、残念。でこれは100ですね。あそこでベル引けなかったら、うわー、これどう、ラストチャンスじゃない。ラスト出ちゃうんだ。これは違う。いる、今リプレイで、この終わりの画面のリプレイで2倍って。とりあえずこれ青色なのか何なのか分からんけど、一応終了画面のあれシーサーの話しましょうか。
使い1706枚の回収が862で、マイナスの844枚です。今日プラスの台1台もないですね。綺麗にしてるね。ピカピカだよ、床反射してて鏡みたいになって映ってるもんね。終わりです。昨日すごい5000枚ぐらい出たんで、まあ、今日トータル考えても助かったっていう意見でどうでしょうね。インリンオブジョイトイ出ちゃいました。僕も久々に出ちゃ、これで2024年に出るギャグじゃないと思いますけども出ちゃいましたんでね、立ちますかとりあえずね、ちょっと立ち見てんさんの本当どっかで一回蹴りをつけなきゃいけないんでね、蹴りのつけ方も分かんないですけど、とりあえず、すごい負けました。秋山が来る前の日がチャンスです。で秋山が来る日、もうたまにチャンスがあります、ぐらいだと思ってください。いいですかもう、はい、マストは以上です。ありがとうございました。さよなら。